初手は6番の鈴木が3番手にいたんですが、後方から3番の佐々木エリが早めに動いて一本棒を崩しました。佐々木が3番手に収まって、これを見ながら7番の高橋理香も上昇して4番手。現在ご覧のように島田と鈴木の位置ちょっとバッティングしたんですが、6番の鈴木が6番手まで車を下げ、再度外から追い上げていきますが、6番車の鈴木、2番の杉沢はここには乗っていきません。ジャン前2コーナーからバックストレッチです。さあ後ろから6番の鈴木、2番の杉沢、2番手付近まで上がってくる。さあ1番の石井を叩きに行った6番の鈴木なんですが、前では1番の石井が昨日同様に突っ張りました。そして2番手打ち5番の高橋、アウト6番の鈴木、そして2番車の杉沢と3番の佐々木が並走。さあここで2番手は6番の鈴木が単独となりました。残り1周を切って後方からは7番の高橋理香。さあ高橋理香が縦に踏んでいってかましていく。最終の2コーナーからバック、ここで7番の高橋が先頭に変わる。叩かれて1番の石井が2番手、3番手には6番の鈴木、あとは5番の高橋が現在は4番手。さあ飛ばしていく7番の高橋理香、高橋このまま逃げ切りになるか。4コーナーを回ってくる。先頭は7番の高橋、高橋先頭で五輪、2着には6番の鈴木か。